スピントランジスタはトランジスタの位置形式。スピントランジスタは強じ性体の電極の間にゲート電極があり、ゲート電圧を引火して磁気抵抗効果によって半導体二次元電子ガスのスピンの向きを制御する。スフェットではスピンと電子の軌道の相互作用によるスピンの回転制御、スピンの反転制御を利用する。三つの電極を備える。 電解効果トランジスタと類似の構造だが、作動原理は異なり、ソースとドレイン電極が、強磁性体で中央のゲート電極でスピンを制御する。磁性体電極からスピン変極した電子を、半導体二次元電子ガスへと注入してこの、スピンの向きを、スピン軌道相互作用による有効な磁界によって、回転させる。スピン軌道相互作用の強さを制御するために、 ゲート電極の電解を制御すると注入したスピンの向きをドレイン電極のスピンの向きと平行にしたり半平行にしたりすることによりドレイン電流の大きさを変えるキャリアスピンが反転すると磁性帯ドレイン電極には反転した電子スピンを受け入れる状態密度がないのでドレイン電流は流れないがゲート電圧によってスピンの向きを360度を回転させると 磁性体ドレイン電極と同じ方向になって、ドレイン電極に電流は流れ込むので、スピンの回転角度をゲート電極で制御することによって、電流のオンオフを制御する。2014年9月には、京都大学を中心とするグループによって、室温での動作が確認され、実用化に向けて前進した。ありがとうございます。